はい、皆さんこんにちは。フラワーキストシンです。花屋にはスピードを求められる時があります。頼まれてたアレンジメントを忘れちゃった時とか、お客さんがいきなり店にバーッと入ってきて、できてアレンジないの、早く作ってよって言われちゃう時とか、いっぱいあるんです、そういう時が。そういう時にパパッとこう早くね、アレンジメントをそれも綺麗にね仕上げなきゃいけない。それがプロの技でもあります。もう僕ぐらいになるとね、そんなのはね余裕なんです。で、今日はね、僕はねちょっと考えた、決まったね花材を今から言います。この花材で僕も今からねアレンジを皆さんにパパッとね、こうすごいスピードで作ります。もちろんタイムを測ってね、そのタイムを破れるやつが出てくるのかってことです。まあ無理だと思うけどね。ただ今回ねガーベラとかも使いますけど、ちゃんとガーベラなんかもただペペって速さを求めて刺すんじゃなくて、ちゃんと中にこうワイヤーを通してガーベラがベンドネックしないような処理をして刺していって、それで素早く仕上げなければダメです。花材はこちらです。この花材を使って僕よりね早くアレンジさせるやつが出てきたら大したもんだ。じゃあね、早速僕が皆さんに見本を見せていきます。ではやっていこう、いくぜ、カモン。はい、ではね実際に始めていきます。器はこのね、こういうフラットの器を使います。よくねこう形ができてるね、あの作家物の器なんかを使っていけるのもありますけど、ああいうのははっきり言って簡単なんですよ。あのこういうねフラットな器に一からデザインしていって、我々は勝負をしなければいけません。なので今回はもう完全にねこういう何のデザイン性もない器で、ここに完璧なアレンジを仕上げていきます。それでタイムを競います。ですからこの器も、まあ、今回はこれね服部樹脂さんの LP5 号を使ってますけど、まあこれと同じ器でもいいですし、ちょっと違ったねあの竹なんかでできた器なんかでもいいです。では早速やっていきましょう。でもちろんフォームをセットするところからスタートです。で先ほども言いましたが、こういうガーベラなんかには過去のワイヤーをね入れなければダメです。もうとにかくね、男はねスピードなんだよ。あの新幹線も速いしね、ジェット機も速いし、俺も速いし、もうねスピード命です。じゃあやっていこう。では始めていきます。もう一回、ちょっと待った、おナイスナイフ出しておかなかった。よいしょ、本気の勝負が、本気の速さが見せられないぜ。よし、では始めていきます。よいスタート。輪ゴムついてる。ああ、落ちきすぎ。よし、やろう。アルストラこういうの一本長いのを残したわけないんですよ。
ップウォッチが止まってるっていうか、停止。できました。こちらです。タイムは平凡だな。7分30秒39。もっと早くなかったか。あ、でも7分30秒39。俺もリベンジするか。とりあえずちょっとできたアレンジを撮ってみます。はい、こちらが出来上がったアレンジメントです。バック処理もねちゃんとできてます。まあそういう意味では、まあ、7分30秒かかってますけど、もっと早くできたかと思ったんですけど、完璧なクオリティではできてます。ワイヤーもこのガーベラの首先までちゃんと入ってます全部。これはワイヤー最後まで上まで入れるのが条件ですね。まあここまで手かけて7分30秒だったらいいのかな、よくねえかな。俺もまたチャレンジするぞ。はい、ちょっとねさっきも言いましたけど、まあ、あのはっきり言ってアレンジメントの完成度としてはかなりもう 100% に近い完成度です。ここまでやって、まあ、7分30秒僕としてはちょっと不甲斐ない結果だったんですけど、もっと早くできると思うんだけどな。まあ7分30秒です。ホチキスとかトリスとかだな。まあ、いや、言い訳はいいや。7分30秒です。このクオリティで7分30秒に勝てるやついっぱいいんじゃないか。まあとにかく勝ってみろ。このクオリティで勝てるやつがいたらぜひ挑戦してきてください。でもいっぱいいんじゃないかな。でも大丈夫だ大丈夫だ。よし、俺も挑戦するぞ、もう一回。では今回はこの 100% のクオリティのアレンジメントは7分30秒でした。また挑戦します。 See you next time。おかしいなぁ、座ってるからダメなんだなぁ。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただけると、そこからチャンネル登録をしていただけることができます。あとスマートフォンの方は、下のところに確かボタンがあるんですけども、それではないという方はですね、下のリンクにチャンネル登録をお願いしますというところがありますので、そこから行くとチャンネル登録をすることができます。ぜひチャンネル登録お願いします。あと挑戦者募集してます。ではまた。